本作戦の指揮を取るサイコムのロッシュだ。今や国軍全体がアルツの影に怯えている。これ以上ルシの暗躍を許せば破滅的な混乱が生じるだろう。我々政府軍が命を懸けて守ってきた国軍の平和と安定が崩壊するのだ。アルツのルシは人々を脅かす敵である。確実に抹殺せよ。いかなる犠牲を払っても構わん。以上。失敗すれば市民が犠牲になるのだ。特殊機動小隊到着。作戦行動を速やかに開始せよ。はっ。突破しましょう。とにかく駅まで行けばエデン行きの列車が。こんな事態で動いていると。止まってたら乗っ取って動かせば。そのまま政府の中枢に殴り込みか。悟空の敵らしくなってきたな。野良作戦ですから、母さんの仇はスノーだけじゃない。政府にも責任取らせます。戦うって言い出したのはライトさんじゃないですか。遠回りなんかしたらいつ化け物になるか。この近くに地下に降りる入り口があります。もう使ってない入り口だから軍隊も知りません。地下を抜ければ町に入れますよ。わかった。こっちです。サイコムは本気だな。メンツを捨てて警備軍を動員してる。古い排水溝があるんです。中を通れば敵には見つかりません。地下の入り口はその先です。どうということはない。
僕は行けます。警備はすり抜けたようです。